こんにちは、あかよです。今日は2022年ベスト化粧水トップ3を紹介していきたいと思います。美白、鎮静、エイジングのカテゴリーに分けて紹介していきますので、ぜひ化粧水選びの参考となれば嬉しいです。今回保湿のカテゴリーは外して紹介しているんですけれども、次回の動画でより保湿に特化したアイテムだけを特集していきたいと思いますので、気になる方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。では早速始めていきます。まず美白第3位はこちら、ミシャビタシープラスブライトニングトナーです。こちらは数あるビタミン C 化粧水の中でも特に気に入っているアイテムです。みんな大好きビタシー美容液の同じシリーズの化粧水となります。イギリス産純度 99% のビタミン C、 安定化したビタシーリポソームフォーミュラー、そしてパファ成分が配合されており、優しくお肌の角質をケアしながらくすみやトーンアップのケアができるアイテムです。テクスチャーはサラッとした水タイプです。伸ばすとしっとりしながらスーッと馴染み、ベタつきや重たさはありません。軽い使用感などで何度重ねても重たくないです。香りはオレンジ系の風邪薬のシロップの香りがほんのりとあります。こちらビタミン C の化粧水なんですけれども、私の場合は敏感なお肌状態の時に使っても全く刺激なども感じなかったので、ビタミン C が初めてという方でも取り入れやすいアイテムなのではないかなと思っています。ビタミン C は基本的には美容液で取り入れることが多いんですけれども、普段使っているビタミン C は結構高濃度のものを使っておりますので、肌荒れしている時はビタミン C の美容液は結構避けて使うことが多いんですけれども、こちらの化粧水はそんな敏感なお肌状態の時でも使いやすくなっていますので、こちらで優しく美白ケアをしながらお肌を整えて、その後鎮静のアンプルを使ってあげることも多いです。化粧水で負担なくビタミン C 取り入れていきたいという方にチェックしていただければなと思います。続いて美白部門第2位はこちら、アロマティカローズマリーコンセントレイテッドエッセンスです。こちらも本当大好きすぎて、年末のベストスキンケアでも選ばせていただいたり、コラボセットでも入れさせていただいたりと、もう今まで何本使ったかわからないぐらい愛用中のエッセンスです。今回は美白第2位として選ばせていただいたんですけれども、エイジング部門にもランクインさせたいアイテムとなります。こちらですね、抗酸化作用のあるローズマリーの濃縮エッセンスとなり、シンプルに一つの原料のみで余計な成分は全く入っていない処方となっています。アロマティカの独自抽出法が用いられていて、ローズマリーの有効成分をそのまましっかりと実感できるようになっています。テクスチャーはシャバシャバした水タイプです。馴染ませると少しブースターのようにスルーっと滑らかな感じがありながら、お肌にスッと浸透します。濃厚なローズマリーの本来の上品な香りがあり、リラックス効果が本当に高いです。エッセンスってどの段階で使ったらいいのと迷われる方も多いかなと思うんですけれども、こちらお好みの段階で使っていただいて大丈夫です。私は化粧水として洗顔後一番最初導入美容液みたいな感じで使うことが一番多いんですけれども、エッセンスなので一応美容液のカテゴリーになるかなと思いますので、さっぱりした使用感ですが、たださっぱりしてるだけではなくて、塗った後は保湿力もありながら薄い滑らかなバリア保護膜を覆ったような感じで、しっとりもちもちなお肌に仕上げてくれるアイテムです。香りが最高なのは本当にもちろんなんですけれども、使っていくごとにお肌のくすみが取れて透明感がアップしてくるのを実感することができましたので、これは本当になくてはならないアイテムとなっています。続いて美白第1位はこちら、アイオペバイオコンディショニングエッセンスです。こちらも年末のベストスキンケアに選ばせていただいたんですけれども、発売自体は昨年ではなくてもっとずっと前からあったアイテムなんですけれども、私は2022年に初めて使って、なんでもっと使わなかったんだろうと後悔したアイテムでした。これもですね、美白の第1位として選ばせていただいたんですけれども、エイジングケアにも絶対ランクインさせたいアイテムとなっています。こちらですね、美白、くすみ、トーンアップ、キメケアなど、お肌の総合美白エイジングケアができる韓国内で本当に大人気ロングセラーの導入美容液です。アイオペの独自成分であるバイオリドックスアルファが 92.5% 配合されており、抗酸化、美白、キメケアをしながら次のスキンケアの浸透を良くするサポートをしてくれるようなアイテムです。テクスチャーはシャバシャバの水タイプです。とろみ感もほぼなくスーッと馴染んでお肌の基盤を整えます。何度重ねても不快感や重たさが全くないです。変わりもないです。発酵系の導入美容液っていろんなブランドから出ているんですけれども、私は発酵系の成分ですね、かなり敏感に受け取る肌質になっていて、合う合わないがかなりしっかり出てしまうんですけれども、こちらはですね、肌トラブル出ることも全くなかったですし、正直一番最初使った時はですね、特に何も変化全く感じなかったんですけども、毎日使い続けていてお肌の調子がいいなっていうのが続いていて、ピタッとその後しばらく使わなくなってからお肌の調子があんまり良くなくなったので、やっぱりこれを使っていたおかげでお肌の治安が守られていたのかなというのを実感したアイテムでした。ただ正直アイオペのアイテムって通常
の時に買うとかなり高いので、目代わりや楽天セールの時にチェックしていくのがおすすめです。続いて鎮静部門第3位はこちら、ティエルスカーミングティートナーです。ティエルスはリアルバリアやアトパームなどのブランドを持つネオファームブランドとなるんですけれども、こちらのトナー鎮静効果やリフレッシュ効果がものすごい高いと感じたアイテムでした。こちらカモミール花水が 85% 配合されており、敏感になったお肌を優しくケアしてくれるようなタイプです。3日間使用することでマスクの刺激の改善や敏感になってしまったお肌の鎮静効果が見られたという結果が出ていました。こちらのティエルスのカモミールはですね、カモミールのつぼみを収穫して2回のろ過過程を経てダブルタイムドロップ工法というのによって純度の高いカモミールエキスを抽出しているそうです。テクスチャーはサラッとした水タイプです。滑らかになじみ、優しく保護膜感があるような潤い感があります。花びらが入っており、香りは本当に自然のカモミールの香りがしっかりとあります。こちらですね、使用感がいいのはもちろんなんですけども、香りが本当にめちゃくちゃいいです。人工的ではないいい香りのスキンケアといえばアロマティカ思い浮かぶかなと思うんですけれども、これですねアロマティカ並みにかなり自然ですっごいリラックス効果があるスキンケアかなと思っています。リラックス効果だけではなくて、カモミールのしっかりと鎮静効果も実感することができますし、さっぱりしながら保湿効果もあるなと感じましたので、お肌タイプ問わず季節問わず使っていただけるアイテムではないかなと思います。ただ1点、このように半分以上使うとですね、出す時に毎度花びらが出てきまして、塗るごとに顔にピタピタ花びらがつきますので、それをこう除去してあげなきゃいけないっていうのがちょっと手間が一つあるかなと思いました。でもそれ以外は本当に文句なしのリピ買いアイテムとなっています。続いて鎮静部門第2位はこちら、アヌアドクダミトナーです。ドクダミスキンケア、いろんなブランドから出ているんですけれども、やっぱり化粧水はいろいろ使ってアヌアのドクダミトナーに戻ってくるぐらい定番のアイテムとなっています。主成分がドクダミ 77% となり、肌荒れケアをしながらお肌にしっかりと潤いも与えてくれるようなトナーです。ノンコメのジェニック認証も受けていますので、ニキビ肌さんにも安心して使っていただけるかなと思います。テクスチャーはシャバシャバ系の水タイプです。とろみ感もほぼなく、さっぱりとお肌のキメを整えてくれます。こちらドクダミトナーなんですけれども、香りも一切ありません。いろんなドクダミ系スキンケアあるんですけれども、化粧水に関しては私本当にアヌアのドクダミトナー本当に肌質に合っていて、鎮静効果もしっかりと実感できていますので、もう本当に5本から10本ぐらいリピ買いしてるのではないかなというぐらい大好きなアイテムです。同じシリーズのシートパックも出ているんですけれども、シートパックもですね、シートの質もいいですし、密着力もいいですし、エッセンスの量も本当に十分なぐらい入っていますので、特に肌荒れや炎症がすごい気になって集中ケアしたいという時にはですね、パックをしてあげるのもすごくおすすめです。続いて鎮静部門第1位はこちら、セリマックスザリアルノニ水分バランシングトナーです。セリマックスはですね、美容液部門でも化粧水部門でも絶対に外すことができないノニシリーズです。この化粧水はノニエキスが 80% 配合されており、保湿やトラブルケア、ハリとか弾力ケアまでできる栄養トナーとなります。テクスチャーはシャバシャバ系の水タイプです。スーッと柔らかく馴染んで、少しブースターのようなとろみ感を感じながら、仕上がりはさっぱりしっかりと潤います。香りはほんのりハーブの香りがあります。こちらはですね、本当にお肌にハリとか弾力がないな、疲れているなという時とか、荒れている時、乾燥している時など、どんなお肌状態の時に使ってもお肌を健康な状態に取り戻してくれるような絶対的に信頼している化粧水です。特にですね、ノニトナーとノニアンプルをライン使いしてあげると、もう本当にお肌がふっくら柔らかくなって、翌朝しっとりプリプリのお肌になりますので、ノニ成分が合う方はですね、ぜひライン使いもおすすめしたいです。コメントの中でですね、ノニアンプルは麻薬アンプルだというのがあったんですけども、本当にまさにですね、一回使ったら抜け出すことができないぐらいお肌に必要な成分だと思っています。最後、エイジングケア部門なんですけども、3位2位を飛ばして1位を紹介していきたいと思います。マモンドレチノールアンプルトナーです。エイジングケア部門いきなり1位発表してしまったんですけれども、正直2位や3位を考えた時にですね、先ほどのアロマティカのローズマリーコンセントレーテッドエッセンスやアイオペのバイオエッセンスが思い浮かびましたので、2位3位は外してですね、今回こちらのマモンドだけ紹介していきたいと思います。こちらはアモーレパシフィクの26年間の研究から生まれたアモーレパシフィク
個初のレチノール化粧水です。ピュアレチノール、低分子コラーゲン、ヒアルロン酸、ビタミン C 誘導体などが含まれており、キメ、高保湿、張り弾力などお肌の総合ケアが手軽にできるレチノール化粧水です。テクスチャはさっぱりした美容液のようなとろみのあるタイプです。スーッとベタつかず馴染みながらも保湿力かなり高いです。香りはお花系の香り結構あるかなと感じました。これはですね、かなり濃厚なトロトロしたテクスチャーになりますので、1回塗りでもしっかりと保湿感感じることができますし、馴染んだ後は張り感やもちもち感が本当に長時間続きます。レチノールの濃度はですね 0.003% の 100IU の配合となっていましたので、配合自体は限りなく少ないのではないかなと思います。なのでレチノールの刺激が気になる方、初めてレチノールを使う方、プチプラでレチノールアイテム試してみたい方、手軽にエイジングケアしたいという方にぜひチェックしていただければなと思います。ちなみにこちらの同じシリーズのバクチオールレチノールクリームもめちゃくちゃ使用感が良くてですね、価格もすごいプチプラですし、こちらに関してはですね、保湿力も高く香りも全く一切ないので、こちらのお花の香りがちょっと気になるなという方はぜひクリームから試してあげるのもいいかなと思います。ではここまで2022年ベスト化粧水トップ3を紹介させていただきました。今回保湿のカテゴリーが抜けてしまったんですけれども、次回の動画で冬の一群スキンケア総まとめでしっかりと紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。インスタでも動画のまとめや9点楽天お得情報をアップしておりますので、合わせてフォローしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。